はい、どうも皆さん、こんにちは。三賢者の新平です。はい、ですね、先ほど、天草城滝貞の、動画をね、出したんですけども、ね、初見の動画ですね。だいたい、服64ぐらいまでだったかな、確か。行ったんですね。結局、あの後の2時間で。で、まあ、今回は、その、まあ、ある程度安定した、感じの周回ができるようになったので、まあその周回編成の、ご紹介をしようかなと思いまして、動画をね、一本と別撮りで撮ってきたので、後から解説という形にしたいと思います。64だとね、確かね、普通のドロップとかも入れて、12回、クリアしたことになってますね。あと8回で満腹になるかなっていう感じなんですけど、もうちょいね、2時間以内に満腹できるかなと思ったんですけど、全然できなかったですね。はい。で、今の、画面が、編成ですね。キウイヤシミズ、ウンタラカタラだっけ。で、水浦に、オーラクチナワ、コーパー、ジュテーム、デザイ、トリトン。で、右京、ジュミ。で、フォックス、なんだっけ。ペルソナのやつですね。を入れています。まあ、ガチガチ編成ですね。ちょっと、コストを抑えた編成とかはあまり考えつかなかったです。で、まあ、んの部分は、4文字のね、スゴ技発動のやつが入れれば、そっちの方がいいんですけど、基本みんな5文字だったので、まあ誰でもいいかなと、いうところですね。まあ結構編成難易度は今高めで組んでますね。コーパいて、ウラミいて、オーラクシナいて、で、ウチュミいて、ジュテムいて、っていう、まあまあまあ。まあ、じゃあ早速、動画の方、見ていきましょう。はい。さあさあさあ、さっきね、上げた動画でも言ったんですけども、はい、これで、ウンコウを作ってますね、右側で。右側は、ウンをはじめとする、4文字。で、左側は3文字すでに入っていて、ウとかクにつながる1文字ですね、をつなげられると、まあいいのかなと。で、うんこおすすめです。うんことうんこ。うんこができるので、これおすすめですね。はい。で、運動だと、うんと運動しかできないので、はい。うんちゅみ持ってる方はね、うんこ、ぜひ作ってみてください。で、今のトリトンとかもね、入れておくと、トリトンは4文字に確か、どっかのね、情報修正で変わってから、まあ、使い勝手良くなって、スゴ技発動の条件っていう形で、まあ、あんまりダメージは期待できないんですけど、はい。で、あとは、運転ですね。はい。で、方向と。で、まあ、ここ、オーラクシナ出して、方向にしても良かったんですけども、単純に僕が、忘れて、見逃していたっていうことの、ことと、あとは、右京のダメージをね、食らっておきたかったっていうのもありますね。で、パターンとしては、そうですね、連続攻撃と割合攻撃があります。で、結構攻撃してこない、敵の攻撃を止められる、パターンも存在します。はい。で、2ターン目割合攻撃ですね。で、相手のどうやら体力によって、行動が変化するようです。はい。で、よう行く。で、屈指。はい。まあまあ、ここは、正直、適当です。もう、あとね、残り1だったので。はい、で、まあ、さっきの動画では、ボムをね、あんま気にしないでいこうかなって思ったんですけど、結構気にした方がいいと思います。しっかり回復できるっていう点が、やっぱりメリットなんで、回復、なかなかね、積みにくい編成にはなってしまうと思うので、回復できないとかね、あると思う。はい。で、おそらくなんですけども、あ、ここでちょっと通知入っちゃったんですけどね、おそらくなんですけども、HP 半分超えたあたりで、攻撃パターンが、どうやら変わるのかなって感じですね。はい。まあまあ、ここら辺は、ウォールを壊して、ポコポコと殴っていく。で、HP 半分を超えたタイミングで、超えた次ですね、敵は攻撃をしてきません。なので、しっかりと
あんまり回復意識ないでも大丈夫です。ん、回復していくんだっけな、割合になるんだっけな、ちょっと今見てみましょうね。あ、割合か、割合ですね。飛んでくるのは割合だったかな。はい、まあ、ダメージを稼いでいきました。で、半分切りましたね。で、ほほほと、あ、こう飛んでこないですね。で、ほほほと3つになります。で、ここうとか積んでる人は、作りたくなるんですけども、ここもう、作んなくていいです。で、今僕お基本ってしてますけど、これデザイン入れてるときはお手本組んどくといいです。はい、で、お手本ぐらいでいいです。で、ここのパターンは、この次も確か穂の次がこれ割合かな。はい、割合ですね。なので、死なないんですよ。で、次の盤面が結構重要。はい、リョとかが出てきて、まあ、光恨みがいると方はここにリョウをもう確定で入れらなきゃいけない。で、ここでウ入れなくてもいいんです。なぜなら、次、はい、今僕こうさささっと言ってますけども、この次の相手の行動が、攻撃力アップするだけなんですね。で、最終ターンで、チェンジマスなしの同じような盤面になります。なので、ここスルーしても OK です、正直。で、なんか変に事故るぐらいだったら恨みとか、あのウを持っているやつを残しておいて6文字を狙った方がいいですね。はい、今僕手元にシューが作れたりとかしてますよね。はい、この盤面を持っていたのであれば、今イをね入れて恨みをが運よく引けたからいいですけど、最初から恨み持ってたらは、あの宗教とか、できて、大ダメージ稼げたりとか、まあ、これでもしあのキーウとか引いたりすればさらに大ダメージが狙えるっていう形になるので、はい、で、5文字以上がやっぱり弱点なので、しっかりと、長めの文字を狙っていく。で、もしここで倒しきれなくても回復 HP が、満タン2万ちょいかなぐらいまで、回復ができていれば死なないです。で、またほほほの盤面に戻ります。で、多分ループかな、それ以上まであんまり長引いたことがないのでわからないんですけどもって感じになると思います。はい、こんな感じで、早口になってしまったけども、まあ、攻略法というか解説になります。ぜひぜひ皆さん、参考にしてください。他のね編成とかもあったらぜひぜひコメント欄で教えてください。ありがとうございました。バイバイ。